おいの坂46。ほう、法華経。ほう、法華経。ある日の関西盲導犬協会。ミーティングをする訓練部職員。熱く語る訓練部長落合。誰かいい案はないのか。両手で机を叩く落合。スクリーンに収入減、来年度の貸与の文字。職員は皆うつむいている。このままでは協会の先行きは危ないぞ。おずおずと手を挙げる高橋。お、どうした。あの、噂では聞いたんですが、昔関西盲導犬協会にアイドルグループがいたとか。その時はたくさん寄付金も集まってユーザーさんへの貸与等数も多かったと聞きました。聞いたことがあるような。確かリーダーの名前 KPR とか言ったような。私本当はアイドルになりたかったんです。そのアイドルグループが見つかったら私も参加したいです。キラキラした目で夢を語る高橋。よし、紙にハンコを押す落合。それを高橋に見せる。伝説のアイドルグループを探し出した暁には高橋さんを訓練試験アイドルに任命する。ありがとうございます。頑張ります。職員みんなほっとした表情で高橋に拍手をしている。その中で一人バツの悪そうな表情のショーの一人パソコンに向かう高橋。とは言ったもののどうやって探していこう。パソコンの画面、何かに気がつく高橋。あれ、ショーのさん明日珍しく早退になってる。久保さんも、ん、浅野さんと川端さんも。次の日、帰りの準備を終えたショーの。お疲れ様です。翔野さんの後をつけてみよう。急いで教会の裏手に回る翔野。影に隠れてその様子を見ている高橋。すいません、遅くなりました。はい、じゃあみんな揃ったからこれから練習しよう。はい。そこには久保、浅野、川端の3人。挨拶のところちょっと考えてきたんです。すごい。やってみますね。上り坂、下り坂、老いの坂46です。どうですか。いい。間違いない。あれが伝説のアイドルグループ。その名も老いの坂46。4人の前に出ていく高橋。私もアイドルグループに入れてください。無理よ。どうしてですか。46の意味を知ってる。私たちの平均年齢よ。でも私、落合訓練部長からしわくちゃの辞令を出す高橋。辞令もらってます。見せてごらん。部長印があるなら仕方がないわね。ありがとうございます。ダンスの練習をする老いの坂46。そろそろみんなで通してみよう。みんなを呼ぶ久保。下り坂が怖いお年頃 KPR です。女子力ますます上り坂みきちゃです。教会収入下り坂まきです。寿
死への欲望上り坂さきたんです。私のボーナス下り坂ピュンピュンみふゆんです。それでは聞いてください。老いの坂を越えて。46。でも私、歌って踊れるようなアイドルにはなったけど、訓練士としてうまくいくとは思えません。高橋さん、犬を連れてきてみて。はい。犬と向かい合う高橋。首輪を差し出し、そこに入る訓練犬。振り付けが基本訓練の動きになっていて、高橋の動きに合わせて犬がシット、ダウン、ウェイト、カム、ヒールをこなしていく。ハーネスをつけた犬と歩く高橋。ダンスで身についた動きを使い、障害物を避ける動きを教えていく。そして最後は高さのある障害物を見せる。すごい、訓練まで上達している。1ヶ月後、基本訓練に励む高橋。高橋の左側について歩く訓練犬。ターンをして小走りになる。楽しそうについていく訓練犬。犬を待たせて呼ぶ高橋。高橋の左側につく訓練犬。犬をノーリードで待たせる高橋。呼ばれたら一目散に駆け寄ってくる訓練犬。次は住宅街で誘導訓練する高橋。直線歩行、歩道のない道を歩く。左端を歩くことで安全を確保している。ハーネスを押したり引いたりする高橋と同時に歩く訓練犬。交差点の発見、曲がり角で左に入り込んだ訓練犬。交差点だということを高橋に伝えている。褒める高橋。褒めることで訓練犬の意欲も湧き、自ら率先して入り込む訓練犬。障害物の回避、ゴミ箱や途中の車をスムーズに避け、しっかりと左側に寄る訓練犬。脇道から歩道のある道に出る高橋の訓練犬。しっかり段差を発見する訓練犬。歩道のある道を歩く高橋と訓練犬。交差点は犬の停止と足元の段差で判断する。横断歩道手前の段差で止まる訓練犬。確認して褒める高橋。道路横断、横断後も歩道の段差で止まる訓練犬。褒められ当然の表情をする訓練犬。こうしてアイドル兼訓練士として成長した高橋。協会収入も爆上がりしていくことでしょう。 To be continued.